い、皆さんこんにちは、サンディです。今日は久しぶりに比較動画をしていきたいと思います。で、今回はこちらの2つのパレットを比較していきたいと思います。では始めましょう。 Wherever love goes there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. はい、では今日のビデオは比較動画になっていきたいと思います。で、私がこのパレットを買ったページとか送料とか、どれくらいで届いたかは下のとこ詳細に書いておきますので、もし興味のある方はそちらを見てください。で、今回はやっと2つ揃えることができました。で、それがこの2パレットなんですけども、こちら側が、本物で、こちら側が中国のものになります。まあ、なんでこれやりたかったかっていうと、まあ、これがすごい有名で人気っていうのもありますし、まあ、これもともと欲しかったんですけども、最近よくね、メルカリとかフリルとかいろんな問題が起きてると思うんですけど、よく見かけるパレットになります。なので、これを参考に自分が購入する、もし国内で買うのであれば、まあ、本物かどうかっていうのを比較してもらえたらなと思って、こういう動画を作っています。はい、では早速していきたいと思います。違いね。で、いつもこっち側に本物を置いておきます。で、こっちに偽物です。まず写真ですけど、見ての通り写真はもう全く違いますよね。で、多分粗くしてちょっと編集したのが中国版になります。で、こうして見てもらえばわかると思うけど、本物のはここのライン、アイシャドウのところ、ここ肘とかがキラキラ光るタイプになります。で、それに対して中国のはラインはありますが、みんな全く光りません。とてもマットな仕様になっています。次、大きさですけども、こうして比べると分かると思うんですが、若干中国の方が大きいです。若干大きいです。で、この上のところ、まず書いてあることがもう全く違います。全く違いますね。で、反対側はまあちょっと似てるけど、やっぱり本物の方がフォントが光っています。はい、っていう感じで、まあ大きさの違いとフォントのその素材が違います。あとは後ろは全く違いますね。書いてあることは全然違いますっていうのが、これは外側のパッケージの違いです。では次はね、早速中の方いきたいと思います。これが本物の方のパレットです。こんな感じです。で、これが中国産のやつです。こうやってちょっと反射してしまうんですけども、まあ、こうしてみると違いが意外と分かるもんなんですよ。なんでかっていうと、まずこのパレットの結構いいのが、この上の段のメタリックっぽい感じのラメ感のあるアイシャドウがあのポイントになってくるパレットなんですけども、中国のはもう色がもう全く違うっていうのがあります。で、まあ仕様も違うね。見た目も違うし、もちろん色合いも違いますし、あとまあ作りに関してはその素材的なのはちょっと箱っぽいのは同じです。やつはまあ同じだけど、
やっぱフォントが光らない。こっちの方もね、後ろの部分はこんな感じ、こんな感じで、全く違います、ね、大きさも全然違います。中国の方が若干大きい。はい、ではスワッチを見せていきたいと思います。で、もうすごい結果になりましたがはい、で、パレットにはこういったプラスチックがついてました。で、まず本物の方からいきたいと思います。本物はこんな感じです。次がね、あんまり結果は良くなくて、一生懸命スワッチやりましたが、あまりいい結果にならなかったのがこちらです。はい。真ん中の方がもうほとんど映ってないっていうか、こすっても全然ダメでした。今、この場で嘘じゃないことを証明したいので、例えばここら辺の色が全然つかなくて、もうこんな感じ、全然映んないです。色がこすっても結構強めな感じの色なんだけど、ビビットの色なんだけど、こうやってこすっても全然なんか肌にまず映んないんですよね。ほら、全然一生懸命いっぱいつけてるのに全然ダメでした。中国産のパレット、こんな感じです。スワッチはこんな感じです。で、2つ合わせて見せていきたいと思います。こんな感じです。できるだけ色たちがパレット通りに並ぶようにしてあります。色合いの並びは全く同じにしてやります。なのでこれだけの差がつくのがすごいわかると思うんですけど、これだけ違います。こっちがオリジナル、こっちがフェイクです。こんな感じですかね。なので色が全然違います。で、ちなみに今日はこの本物の方のパレットを使ったメイクしています。すごく綺麗な色たちで、何よりも今マットとこういうメタリックな感じのアイシャドウを合わせるのが結構流行ってて、結構私もハマっていまして、で、テクスチャが微妙に違います。で、残念ながらここのパレットでちょっとあれかなって思ったのが、まあ真っ黒ですごく可愛いんだけど、使っていくうちに、まあ、粉飛びとかしたらやっぱ汚れてくる感じはするので、そこはちょっと残念かなと思います。ただそれくらいかな。あとは色のテクスチャー、そのアイシャドウのテクスチャーはすごく扱いやすいパレットになっていると思います。なのでグラデーションとかもすごくやりやすいなと使っていて思いました。ぶっちゃけね、これ他のパレットに比べたらちょっと割高なんですよ。6500円とかそれくらい、65ドルとかが、まあページによってなんですけど、なんでまあ他のパレットと比べて高くていいところはあるのかって言われたら、まあ色の扱いやすさはあると思う。ちょっとまあ粉飛びするようなアイシャドウ、まあ多少は粉飛びすると思うけど、でもそれになることによってグラデーションがしやすいなと思うし、こっちのラメに関してはテクスチャーがクリームっぽい感じのソフトな感じのアイシャドウになっていますので、まあ筆でつけるよりも指でつけた方がいいと思います。ここら辺に関してはカラーポップのアイシャドウに似てるんじゃないかなと思います。まあ日本で言えばキャンメイクのクリームっぽいアイシャドウとか多分今あると思うんだけど、ああいう感じ、まあクリームまでいかないんだけど、まあちょっと
あのソフトな感じのアイシャドウになっています。なのでもしこのパレットを買って使うのであれば、ここら辺の色は指でつけるのをおすすめします。でちなみに今日、使った色たちは、ここのこの3色とこれが上のとこで、であのラメ感のあるのはこれとこれとこれを合わせました。で下はこれ、違う、これとこれだけで仕上がっているメイクになります。そんな感じでね、まあ本物と偽物の比較になったんですけども、まあプラスこちらのレビューも込めたビデオになりました。まあ人それぞれだと思います。さすがにこういうパレットにね、それだけのお金、まあ日本の場合は送料もかかってくるので、それだけのお金出せないとかね、まあいろんな人のいろんな状況がある中で、中国のものを買う人もいると思います。人によってだと思うし、まあそれはみんなの自由だと思います。でも自分から欲しくて買うのであれば、別にフェイクのものを買っても全然いいと私は思います。それはみんなの自由だけど、本物として偽ってこちらのものを売ってる方がたくさん見られるので、しかも定価よりも高く売ってる人もいたり、定価よりも安くだけど、まあどう考えてもフェイクでこんなに払わないでしょっていう金額の方もいます。買う人も気をつけましょう。もっとよくよく見て、海外の方はたくさんこういう比較動画を出しているので、もしよかったら自分の好きなコスメでフェイクとかなんかそういう感じで検索するとかかってくると思います。でこれからも私も集めれる分とか買えるものは買って、こういう動画を載せていきたいと思っています。なんだろう、役に立てればいいなと思っています。で、言うの忘れていましたが、私、インスタグラムの方を新しく作りました。で、今、現在2つあります。1つは、メインチャンネルと一緒に、趣味っていうか、まあ、いろんなジャンルのものを載せていくインスタグラム、ずっと使っていたインスタグラムがこちら。で、もう1つ新しく、このチャンネル名の通り、メイクアップ JP で作りました。まあ、検索の時はメイクアップ JP13 で探していただくと出てくると思うんですけど、そちらの方はもうコスメ、メイク、メインになっていきます。で、私の好きなコスメとか最新情報だったりとか、特に海外のもの、あと自分の好きな YouTuber の人たち、あとインスタグラマーを紹介していくインスタグラムになっていきます。もしよかったらそちらの方もフォローしてください。そちらの方で結構毎日じゃないけど頑張って投稿はしています。で、できるだけ最新の情報を、まあ、自分が気になっているもの、まあ、保存としての場を設けた感じです。あとはみんな海外メイク、コスメ大好きな女子、コスメ女子の憩いの場、集いの場になればいいなと思って作りました。なのでもしよかったらインスタグラムの方もフォローお願いします。で、このチャンネルに登録してない人、フォローしてない人、もしよかったら登録してください。そんな感じで今日は終わります。またねー。